皆さん、こんにちは。愛のままでが有名曲である秋元順子さんは幅広いジャンルの歌でライブ活動を行っている歌手です。そして昨年の紅白歌合戦に最年長で初出場したことでも話題となっています。さて、ネット上では秋元順子さんの闘病生活や国籍について話題が浮上しています。そこで今回は話題が浮上している国籍や闘病生活に関して秋元順子さんの経歴とともにお伝えします。はじめに秋元順子さんの経歴とプロフィールからご紹介します。秋元順子さんは1947年6月21日東京都江東区深川で生まれ育っています。幼少期には児童劇団に所属し時代劇女優志望だったようです。そんな秋元順子さんは2005年にデビューしていますが、高校卒業後に石油会社で働きながらハワイアンバンドで音楽活動を行っています。ですが結婚を機に主婦業に専念しており、子育てから手が離れた40歳の頃に音楽活動を再開されています。ハワイアンバンド出身ではありますが、今ではジャズなどの幅広いジャンルを歌う歌手として活動しています。そんな秋元順子さんが歌手として CD をリリースしたのは意外に遅く、2004年ミナリ、マディソン軍の恋をインディーズ版でリリースしています。この曲は異例の6000枚のヒットを記録しており、それが元で有線放送などに問い合わせが殺到します。翌年58歳でキングレコードよりメジャーデビューもしており、まさに遅咲きの女性歌手として話題を呼びます。そして秋元順子さんの名前が一躍世に広まったきっかけとなったのが3枚目のシングル「愛のままで」となり、この曲がブレイクのきっかけとなっています。また2008年には第59回 NHK 紅白歌合戦に初出場しており、この時61歳6ヶ月での初出場は紅組史上歴代最高齢記録となっています。初出場歌手会見の報道では団塊世代の星と評され、またもや話題の人となります。こうして歌手としてブレイクしていきますが、国籍に関してネット上では韓国人ではないかという噂があります。それでは続いて国籍の真相に関してお伝えしていきます。まず秋元順子さんについてウィキペディアのページを確認したところ、韓国人に関する記載はなく、韓国人の関係も各メディアの記事から調べましたが関連のあるものはなかったようです。この噂が浮上してしまった理由は、一視聴者が見て顔つきが韓国人だとか歌の発声が韓国人だとか秋元という名字は在日に多いといった本当に客観的に見た感想がそのまま韓国人ではという噂になっただけのようです。愛のままでがヒットした時、作曲家なのか評論家なのかは不明ですが、日本で愛を歌わせたら秋元順子以上の歌手はいないと絶賛されています。このような話を聞くと日本人らしい愛を歌っていると解釈できますので、普通に日本人なのではないかと思っています。そして本人も韓国人などといった発言はしていないため、おそらく噂が独り歩きしてしまっただけのようです。また公式ホームページやウィキペディア、出身は日本になっていますので、確実に秋元順子さんは日本国籍と言えると思います。続いて秋元順子さんの闘病生活に関してお伝えします。いつでも笑顔を絶やさない秋元順子さんですが、過去には病気や怪我に悩まされています。秋元順子さんは2人目を産んですぐ働き始め、その疲労から原因不明の高熱がその年の夏に出てしまっています。その当時のことを秋元順子さんは、女性の方ならどなたでもある子宮筋腫で赤ちゃんの頭ぐらいの大きさのものも取りました、3日遅れたらあなたは死んでましたって言われるほど大きかったんですと語られています。かつて歌手と兼業で経営していた青果店の仕事で無理をして両アキレス腱を切ったこともあったようで、働き詰めの状態で足の筋とかが全部張り切っている時にツールに乗って高いところのものを取ろうとしたら転倒したそうです。病院に行くと即日手術が決定し、
歌手としての代役の手配やキャンセルの電話に追われた経験があるからこそ、自身の体に人一倍気を使っています。秋元順子さんが実践している健康法は誰でも真似できるものであり、それは大声で笑って免疫力を上げることや、15分から30分程度散歩しながら太陽を浴び、たっぷり睡眠をとることを実践しています。また適度なストレッチ運動やゆったりとお湯に浸かることも言っています。健康を意識している秋元順子さんは、老化防止には好きなことをやって脳を働かせることが重要だと力説しています。これからも健康第一でいてほしいです。最後に秋元順子さんの家族に関して少しお話します。友達の紹介で青果店を営む男性と24歳の時に結婚しており、秋元順子さんはその後旦那様ともに青果店の店頭に立ち、女の子男の子の子供に恵まれ幸せな家庭を築いています。一度秋元順子さんと旦那様がテレビに出演されていたのを拝見したことがありますが、旦那様と晩酌を楽しんだり、とても仲が良い印象を受けています。結婚後はしばらく主婦として過ごしていましたが、子育てが落ち着いた頃にかつてのバンド仲間に誘われ音楽活動を開始します。秋元順子さんの結婚生活は子供にも恵まれ、夫婦仲も良好と、まさに順調そのものです。そんな中、仕事と家事の両立に悩んでいた秋元順子さんは、娘さんの一言が両立していく背中を押してくれたそうで、娘さんは本当に大好きだったらできるところまでやってみたらと応援してくれます。また料理なども積極的に手伝ってくれたり、そんな家族のことをやれるところまでやったらと温かく見守ってくれる夫や子供に支えられたから、ここまでやってこれたと感謝の気持ちでいっぱいだと語っています。秋元順子さんが成功した裏には、自身の努力や才能はもちろんのこと、そこには家族が支えてくれたからこその音楽活動なんだと改めて思います。一時はネット上で離婚の噂も浮上していますが、そんな噂を吹き飛ばすくらい、もちろん旦那様との関係は良好です。離婚の噂の原因となったのが秋元順子さんの歌と言われています。夢の続きをと秋元順子さんの曲があるのですが、その歌詞の内容が、熟年離婚を考えていた夫婦が思いとどまり、マンネリ化した夫婦が再び新婚時代の気持ちを思い出し修復したというものです。この歌詞から熟年離婚が近年増えているということもあり、勘違いした人が離婚に結びつけたのだと考えられます。離婚しなくても奥様は旦那様と一緒のお墓に入りたくないという夫婦も増えていますが、そんな中でもう一度夫婦のことを見つめ直すことは大切ということを伝えたかった歌詞だと感じられます。秋元順子さんの夫婦仲が良好だと言える証拠に、2018年の父の日には娘家族から素敵なプレゼントが届いたことを喜んでいると伝えられています。このような素敵なご家族に恵まれてとても幸せだと感じられます。これからも家族揃って幸せに暮らしてほしいと思います。いかがでしたか。今回は秋元順子さんの国籍や闘病生活についてお伝えしました。秋元順子さんはいわゆる一発屋的な売れ方をしましたので、愛のままで以降テレビなどの露出は減っていますが、現在でも精力的に演歌歌手として活動しています。もちろん曲も定期的に出されています。また私生活でも幸せいっぱいの様子がうかがえ、誕生日や結婚記念日、母の日、父の日のイベントを大事にすることが仲良くやっていく秘訣なんだと思います。さまざまな苦労がありましたが、家族に支えられたことで秋元順子さんの今があると感じます。これからも健康でありつつ幸せな暮らしをしてほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。